楽天生命パーク宮城には大観衆が詰めかけています。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？さあ、そしてバッターボックスには茂木が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。初球打ち、この辺りはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。イーグルスが先制しました。2対0になりました。イーグルスなおもチャンスです。楽天イーグルス打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね。打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。